情報22日、アトランタ・アスレチックシー、米ジョージア州6740ヤードか七72、現地時間の24日、期に開幕する、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権に出場する渋野日向子が、大会前に意気込みを語った。調子は悪くないと思います。US オープンもそんな感じだったんですけど、調子が良くても予選落ちする時はしちゃうし、試合が始まってみないとわからないと。 慎重な姿勢今年に入ってからはアナ・インスピレーション全米女子オープンとメジャー大会で2戦連続予選落ちここで奮起したいところだ今大会終了後はいよいよ東京五輪の出場権争いも決着がつく大事な一戦予定通り昨年開催であれば出場できていた五輪も今では稲見燃やすし古江彩香に抜かれて日本勢を4番手 オリンピックを意識できるほど余裕がないので、今の自分のゴルフに集中するしかないなと思っていると、まずは目先の大会で結果を残すことが、先決と言い聞かせるとは言っても、一度は目指していた舞台、オリンピックの選手になるためには、優勝するしかないくらいの勢いだと思う。できないって言ったら、最初から諦めとるやんってなるので、なるべく最大限の結果が出せるようにしたいなと思いますと、あくまでも意識は、 大会でベストを尽くすことと強調する。日本を飛び出し、米ツアー転戦を開始した3月から早3ヶ月。今週で一度締めくくり帰国する予定だが、帰国後のスケジュールに東京五輪を塗り込めるのか、US オープンよりは自分のゴルフに合うコースかなと思う。会心のゴルフで五輪への切符をつかみに行く。渋野日向子は、エージタヌガンら、笹生ゆは、トンプソンらと同組。 米国女子メジャー KPMG 全米女子プロゴルフ選手権事前22日アトランタアスレチッククラブハイランズシージョージア州6831ヤードパー7224日開幕の今季海外メジャー第3戦 KPMG 全米女子プロゴルフ選手権の予選ラウンド組み合わせとスタート時刻が発表され 大会2度目の出場となる渋野日向子は、メジャー2勝のアリア・ジュタヌガン対クリスティ・カート同組になった。世界ランキング31位で、日本勢4番手から逆転で残り1枠の五輪日本代表の座をかけ、初日は午後1時55分、日本時間25日午前2時55分に10番からティオフする。6月、全米女子オープンを制した。 佐藤ゆかは、同大会で優勝を争った歴史トンプソン、世界ランク2位の、ボコ・ヒトシヒ、韓国との注目組で回り、メジャー大会連覇を目指す。全米女子で、笹生にプレーオフ旗敗した、畑岡奈社は、悲願のメジャー制覇をかけて、2020年、英国女子オープン、全英女子覇者の、ソフィア・ポポフ、ブロンテロー、イングランドと同組で、午前8時16分、日本時間午後9時16分に、 日本勢の先陣を切る上原彩子はチョン・インジ、韓国、マリア・ファッシュと予選ラウンドを共にする。日本勢の予選ラウンド組み合わせスタート時間。初日、ッコは日本時間。8時16分、24日、21時16分、畑岡奈社、ソフィア・ポポフ、ブロンテイロー。8時38分、24日、21時38分、笹生ゆ香、レキシー・トンプソン、僕ひとしひ。 13時16分、25日、2時16分、上原彩子、チョン・インジ、マリア・ファッシ。13時55分、25日、2時55分、渋野ひな子、アリア・ジュタヌガン、クリスティター。は10番スタート、他は1番スタート。渋野ひな子は、A ・ジュタヌガン、カート・同組全米女子プロ選手権組み合わせ発表。女子ゴルフのメジャー全米女子プロ選手権。 24日開幕、ジョージア州の予選ラウンドの組み合わせが発表され、メジャー2勝目を狙う渋野ひな子、22、サントリーはアリア・ジュタヌガン、タイ、クリスティー・カー、米国と同組になった。全米女子オープンを制し、今大会にメジャー2連勝がかかる笹生ゆか20、IATTSI は、全米女子オープンで優勝を争った。 歴史トンプソン、米国、世界ランク2位のボコ・ヒトシヒ、韓国ともある。全米女子オープン2位の畑岡ナシャ、22。アビーム・コンサルティングは、ソフィア・ポポフ、ドイツ、ブロンテイロー、イングランドと同組。上原綾子、37。モスバーガーは、マリア・ファッシメキシコ、谷聡、韓国ともある。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。